い、皆さんこんにちは。早速ですが、クイズやりましょう。これは何でしょう。はい、正解は一石二鳥です。ちょっと忘れてしまった方は前の回を復習してみてもいいかもしれませんね。それじゃあ Let's 漢字。今日の四字熟語は心機一転。意味は何かがあって気持ちを変えることです。あるいは気持ちが変わることです。ポジティブなニュアンスがあります。それでは例文いきましょう。例文1、アメリカにいる一人の人種差別主義者が長年をわたって黒人の男性と交流し続けた結果、心機一転をしリーダーとして務めていたクルークラックスクランを離れた。これは危機一髪の例文みたいに実話に基づいている例文ですよ。かなり面白いのでリンクをディスクリプションボックスに残しておきました。例文に、以前泥棒だったあの人が牢屋から出られたことから心機一転して人生やり直すと言ってるけど、できるのかな。人生をやり直すのにいつだって遅くないから、ぜひ信じてあげましょう。はい、以上で今回の Whippin' Alone Wednesday となりました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。もしこのようなコンテンツを気に入っていれば、ぜひ LIKE ボタン、登録ボタンを押していただければ大変助かります。すみません、ちょっと電池が切れてしまったので、いつものようにその最後の挨拶できないんですけれども、こんな形で皆さんの今日も素晴らしい一日になりますように。I love your booty.